皆さんこんにちは。日常的ランキング、チリです。突然ですが、皆さんのご自宅から近いマクドナルドはどのような店舗ですか？ロードサイドの店舗や駅前や商業施設の中、様々なところにマクドナルドはあります。そこで今回はこんなランキング。マクドナルド、駐車場の設置率が高い都道府県ランキング。各都道府県のマクドナルドで駐車場がある店舗の割合を調べ、ランキングにしてみました。なお、駐車場がある魚型商業施設内の店舗に関しては、駐車場割としています。果たしてどのようなランキングとなるのか。それでは、スタート。第47位、東京都 37.5%。 第46位、神奈川県 66.5%。 第45位、大阪府71.4%。 第44位、京都府 75.9%。 第43位、埼玉県 78.1%。 第42位、兵庫県 78.7%。 第41位、千葉県 79.2%。第40位、長崎県 82.6%。 第39位、宮城県 87.0%。 第38位、静岡県 89.2%。 第37位、石川県 89.3%。 第36位、福岡県 89.6%。 第35位、愛媛県 89.7%。 第34位、愛知県 90.7%。 第33位、広島県 91.2%。 第32位、熊本県91.4%。 第31位、高知県 91.7%。 第29位、岩手県 92.9%。 第29位、群馬県 92.9%。 第28位、北海道 93.3%。第27位、福島県 94.1%。 第26位、奈良県 94.6%。 第25位、滋賀県 94.7%。 第24位、福井県 95.2%。 第23位、三重県 95.5%。 第22位、鹿児島県 95.7%。 第21位、大分県 96.0%。 第20位、茨城県 96.1%。 第18位、香川県96.3%。 第18位、富山県 96.3%。 第17位、新潟県 97.2%。 第15位、岡山県 97.3%。 第15位、長野県 97.3%。第14位、沖縄県 97.6%。 第13位、栃木県 97.7%。 第12位、岐阜県 97.8%。 第1位、島根県 100%。
第1位、鳥取県 100%。 第1位、秋田県 100%。 第1位、佐賀県 100%。 第1位、宮崎県 100%。 第1位、徳島県 100%。 第1位、山梨県 100%。 第1位、山形県 100%。 第1位、和歌山県 100%。 第1位、青森県 100%。 第1位、山口県 100%。 最後に都道府県別の駐車場率を色で分けてみました。首都圏や関西圏など人口の多い地域では低い割合となる傾向がありました。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。